浜達さんもですから音楽評論家としてねスタートしたもう40年ぐらいなんじゃないですか僕と多分一緒の頃だと思いますね多分ね今回僕の「夢のあつさぎ」の「ライナーノーを書いていただいたりもお願いしたりもねしたんですけどつまり書くっていうのがメインですよね。そうですほとんど 僕なんかも性格上もあるんだけど結構昔からねそういう作家だとかそういう物書きの人でも結構ね先望感っていうのがあったんですよ今回も山口さんとかいろいろ向こうさんとかか自由人っていうかなそういうイメージがあって結構憧れ だからまあ作曲、うん、僕はだから最初、ね、作曲家志望だったんで、うんうん、作曲家も多分そういうところがあったと思うんですよ、うん、あの家でまあ書いてね、うんうん、でやれたらいいなみたいなそれは二十歳しすぎてから漠然とそんなことあの思いながらいたんだけどでも結局まあシンガーソングライターとしてデビューしちゃったもんで。うん そうすると結局人前で、うん、あの歌ったりとかねいろいろこうやって喋ったりとかっていうのをしなきゃいけない、うん、そういうのはねやっぱりあのそういう戸惑いっていうのかな、うん、ずっと感じながらなんか今まで来たっていう感じがあってあ<ー>だから僕ってねあのやっぱものすごいね緊張するタイプ。 僕もそうですよ <laughs> だから今までも僕コンサートを、まあ、どのくらいやったのか分かんないけどステージ上がる前っていうのは本当に変わらないですよね今でも今でもとにかく戦々恐々なんですよね。いろんなことをこう考えたりして。うんえーす それはねやっぱりすごい恐怖でもあってねうんそれってあの例えばステージに上がる前とステージ上がってからとそれと途中こう何曲か歌ってからってずやっぱりずっと変わらないですか <laughs> <laughs> 変わらないですかいやいやうん昔はね、うん、あのその日はほとんどやっぱり食事取れなかったですねああ<ー>前の日はもう完全に眠れないああ ああ僕はあのー、広島の黒田投手が、うんうん、あのー、コマーシャルでね、うんで、今までマウンド上がって、で100%っていうかパーフェクトなピッチングをしたことがない、うん、っていうようなことを言ってたんですけど、うん、あのー、全くそうですね。うん、は今まで、あの、ライブやってきて、うん、これ最高だなとかね。うんうん これはすげーな、すごかったなっていうのは一度もないですね。ないですか。であ<ー>まあまあかなみたいな、うん、そういうのもありますけどこれ最高だなと思ったら次いけないのかもわかんないですけどね逆に言うとねあ。そうですかね。うん、ちょっとこうあ<ー>あこれまだだなっていうのがあるからきっと。 次次こんんなな曲かこ次やろううっていう、あのー、微妙なんですよ、うん、ライブはやっぱりホール毎回違うしね、うん、そうすると第一声でその響き、うんうん、響きでも全然違うんですねあのあ<ー>うわ今日はいい,いい感じだなっていうのとああの結局反響ですね、うん、それでかなり動揺っていうのがありますよそこがまた何て言うんですか うん、面白いところもあるな、うん、でしょうね,ね,ねきっとね、えー、あのー、今のね、うん、音楽状況っていうのはどう見てますか音楽評論家として <laughs> 難,し <laughs> 難しいところ <laughs> いや <laughs> 僕はだからもうほとんど疎いんですよ、うんうん、あの疎いっていうかまあ申し訳ないっていうかあのほとんど関心ないうん うん、あの、ですから今回もね、うん、ノスタルジーへの誘いっていうタイトルね、うんうん、それに徹しちゃったわけで。うん。うん。だから、っていうかあの、つまり、それ以上のものないだろうと。うん,うん。あの、あんま僕はだから特にメロディーライターなんで、うん、あの、やっぱ楽曲、うん なんですよねやっぱりねまあサウンドももちろんかっこいいなっていうのは、うん、あ,のありますけどでもやっぱりねあのメロディーが良くないと、うん、あのダメなんですよ。でそう考えるともう50年代60年代70年代それから80年代の、まあ、前半あたりぐらいかな、うん、その辺でもうほとんど。で尽くした感じありますっていう感がね、うん、やっぱり。 それ以降っていうのは本当に心揺るがされるものっていうんですか、うん、がポツンポツンってあるんですけどうん,うんだから今の若い人がね、うん、あの今の曲聴いてね本当に感動して受け入れてるのかっていうのがなんかエアコンだったらもっと。 そのまあ、もちろんミーツもそうだけど、うん、もう昔の方がいっぱいあるぜっていう思いが僕なんかあってね、うん、あの物足りなさっていうのかな、うん、向,の向こうから来るものもほとんどあの全然何か、うんえー、期待もしてないっていうような、うん、そんなような今僕なんかはね、うん、あの思いでいるんですけどね。うん まあ確かにこうあの今の若い人たちが自分たちと同じようなね世代の音楽を聴いてそれに共感してそれ次の時代にこ,うこんないい音楽があったよっていう彼らが年取った時に年取ったっていうかあの時代を経てね言えるよ自慢できるような何て言うんだろう大きな言い方をするとこう生き方とか。 いろんな意味でこうあの彩ってくれたような音楽があるかどうかっていうのをずっと伝えられるかどうかっていうと、はい、まあ確かにね僕なんかもこうあ,のあるのかなっていう疑問は確かにあるんですけども今のまあビートルズなりね、うん、あのやっぱりみんな通過っていうか、うん、あのやっぱり聞いてるんでしょうね。 でしょうね若い人たちこれだけあのビートルズビートルズって、まあ、今年は特にそうなんですけど、うん、騒がられるとやっぱり聞いたりとか耳に入ってきたりそれをこう何,何,何世代もこうつないでカバーしたりとかいろいろやってるんでやっぱり新鮮に聞こえるんで,、ねね、るんでしょうねきっとね。ねでまあ確かに僕も改めてここのとこビートルズあの聞いたりするんですけどやっぱりす,すごいですもんね。<laughs> 僕だから、まあ、今回はずっとあの番組のトップはね,ね <laughs> ビートルズ、まあ、とポール、ね <laughs> ね、ポールがポールだから、うん、で僕はジョン・レノン嫌いなわけじゃないですよ、うんね、ただ僕の,あのいやジョン・レノンの楽曲の中でもあのいい曲たくさんあるんですけど、うん、僕の,その音楽のセンスっていうか、うんまあ、そのボーカルフィーリングってい、ね、うんですねそれが非常にこう ポールが作るメロディーと、うん、あのボーカルそそのメロディックなね、うん、うんそ,そういうところがやっぱり僕音楽のセンスとかがあのポールの方がやっぱりあの <laughs> 肌に合いますかうんそうですね、うん、同年代としていくつかこうまあお聞きしたいことがあって <laughs> で僕らってまあ 前期高齢者 <laughs> 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 でもまあ10年、うん、10, 10年先考えるとまあ後期になるの。でまた10年10年後なんて言うとまあゾッとするわけですよ。うんまあ、でもしかしたらあの10年ないかもしれないっていう。うん ね、こともあり得るわけですよ、ね。うん、もう切実な。あれですからね。<laughs> そうですよね。<laughs> うん、それでね、あの、甘田さん、まあその遠からずやってくるであろう、その、<laughs> 老後とかね。うん。うん。あと、まあこの世を去る。うん。うん、あそういう、まあ死生観ですよね。うん。で どう考えてます僕はなんかね、意外とそういうあの、ぼんやりした人なんで、あの、うん、切実に、その、確かにね。でもあの、ぼんやりしてると、うん、そういうこと考えませんそうなおさら不安をまって、うんうん、なんか他の子でや、やると。うん でそ,、ま、そういう不安をなんとか紛らわせようっていう何<あ>か冒頭してるとね、うん、なんかあのそういうこと考えて考えてうつになっていくっていうのが大体僕らの世代のあれみたいですけどね、ええうん、だただ僕個人的にはねまあある程度生きてこれたから。 っていう、いいうん、いいかなっていう部分があるのね。<laughs> うん、それあって、それで、まあ、音楽に関しても、あのー、ある程度、こう、好きな音楽聴いてきいたし、それに、まあ、いろんなスポーツにしても、うん、こう、いろんなものを、ああ、大谷の164キロ見,見れたなとかね。<laughs> <laughs> そういうの、あったりとかするんで、その、 もうちょっっとと見ておきたかったかかねそういうういのは絶対にあるだろうとそれはもうあの身近な部分ところでも子供とかそういったものに関してあ彼の彼女の3040代の彼を見てみたいとかねそういうのは確かにあるんですけどもなんとなくこうもうそれをこう考えるテクノロジーとか考えていたらこれはきっとねもう、あのー、それこそ。 どんどんこう鬱になってしまうんじゃないかとだからあのあまり僕は考えないようにはしてますもう考えないよね,ねただ自分のこうあの体人に迷惑かけるのだけは嫌だから動けるようにはしておきたい、うん、あの今回の番組で、うん、まああのいろいろ考えたりとかしいろいろ 音楽の合間であのいくつかこういろいろ、うん、僕は、まあ、お話をしてきたんですけど、うん、本当はあの一番話し,かった話したかったっていうのは、うん、あの死なんですよね、うん、死ぬこと。ただとても暗い話なんで、うん、<laughs> だからあの今回は、まあ、ちょっとあえて。 うん、控えたんですけどもやっぱり死に対してね、うん、あのやっぱりなんかしっかり考えるそういう時代になってるんじゃないかなと思うんですよ。うん、あの一昔の考え方から言うとね死後の世界、まあ、多分78割方は信じられたと思うんですよ。うん、あの えー、浄土の世界があるだとか、うん、あよく生きてれば天国に行けるだとかねそういう世界があるんだろうとでも今の時代って多分その逆にね、うん、まあ78割以上かもしれないけど多分無だろうと、うん、死んだら何もないんじゃないか <laughs> 永遠の闇しかないんじゃないかって多分 あのー、そう思ってる人が圧倒的に多いと思うんですね。うんうん、結局やっぱりねすごい怖い昔以上に、うん、昔以上に死の恐怖感っていうのはすごく本当は持ってるんじゃないかな、うん、ただそれを表には出さないだけでね。 それは昔の人たちから比べるとやっぱり今の時代の人たちというのが、うん、あのその辺はすごくなんか強く感じてるんじゃないかなと思ってるんですね。去年亡くなった作家の野坂昭さんがいて、うん、であの人のエッセーで「安楽死は最大の福祉である」っていうことを言ってるんですよ。うん、まあ福祉っていうのはつまりあの幸せを与えるっていうですよね。うん つまり、あの、そういう、その。<laughs> あの、今は認められないけども、うん、あの。そういう状況にならざるを得ないっていうか。うん、そうなっていくんじゃないかな。というふうにも、思ってるんですけどね。うんはい、まあ、山口ひとみさんなんかがね、うん、結局やっぱり、その勉強して、仕事して、死ぬ。うんうん の間にね、うん、やっぱりその隠居があるべきうそうじゃないと人生完結せん、うん、それはすごくね、うん、やっぱり仕事ってなんていうのかな僕あんまり仕事っていう言葉好きじゃないんですよね,、うんうん、ね。まあそんなに素晴らしいものかと考えると、うん、まあ吉本隆明氏も言ってましたけど、うん、本当は人間は24時間遊びほうけたいんだって。 ってそれが理想なんだっていうこと言ってたんですけども、うんうん、だ本当はだから辛いものだ,、うん、だそれをずっとやってきてそれで死んじゃうっていうのはあまりにも悲しいんじゃないか,だかそこにやっぱりし、うん、自由にこう静かなねワンンクッション送っていくことですそうですねそれのいろいろのんびりできる解放、うん、されるんですかね、うん、そういう時間 っていうのがあのあるあるべきじゃないかなっていう、うん、共感するんですけどね、うん。ただ僕なんかあの今までがそのいずっとそういう <laughs> <laughs> ずっとそれを40年間やってきてるんであその僕と同じような年代の方は皆さんも定年退職とかねそういうのであのリタイアなってようやく好きなことができるとかね。はいはいはい ようやくいやあの楽器を買ってバンドを組んだんだよとかね、ええ、よくそういう話をなさったりしてるんだけどあのあそれはなんとなくわかるんだけど僕ずっとこうそのまま <laughs> そういう生活をやってきたから、うん、そういうのありません木杉さんなんかじゅあの音楽社会からはちょっとだから、うん、今回結局、あのー、40年が今年40年で,、うんでまあ、10月からは。 基本的に41年目に入ったんですけど、うん、一緒10月までで僕一ちょっとお休みするんですよ。うんええ、でまあその休み期間ってあのどんなのか分かんないんですけど、うん、で別にその体調が悪いとかね、うん、あのそ,そういう理由じゃないんだね、うんう ただ休みたいって休みたいあのずっと四十年やってますよねで僕ってあのコンサート一度もキャンセルないんですよあのあのいわゆる体調崩したりとかそういう付加まあ台風なりそういうのであとテレビラジオ取材 作曲の依頼、うん、受けたものは全てやってるんですよ。で僕ってやっぱり昇進なんで結局作曲の依頼が来ますでしょ。うん、うすと期日は2週間っていう、うん、あるとそ,その間、うん、オフじゃないんですよ。オオフフのようでで、はいはい、つまりその依頼があった時点で、うん どういう曲にしようかなっていうこと直接ピアノに向かうのはずっと後なんですけどうん、うん、考えちゃうんですよ、うん、ずっと考えてるんですよ。で車乗ってる時とか、まあ、犬の散歩してる時とかもいろいろどういうああの曲調にしようかなとか、うん、でそういうコン,でコンサートがあればその1か月前とか、うん、結局いろいろ考えるわけです。うん 考えてメニューからそれでアレンジからそれからリハーサルですね。うん、そうするとオフがあるようで、うん、ない感じでずっと来てて、<ー>全然こう遊んでもいろいろあるんですよ。片隅に残っそうど,どっかにあるっていうことですね、うんで。そこからちょっと一回解放されたいなって。 解放し<ー>されたたいいなっっって思いはあの、うん、ずっとあったんですよね、うん、だから今回まあわがままなのかもしれませんけどちょっとそれをやってみて、うん、うん見たいなっていうので、うん、ちょっとお休み,お休みでまあ一応休養休みが養う、うん、になればいいんだけど。うん 全く遊びほうけちゃうか休みほうけちゃうか分かんないですけどとりあえず何かあのそういうふうにやってみたいなちょっと解放されたらどうなるんだろうかなっていうので、うん、ちょっとお休みをいただきたいなっていうのが多分最大の理由だったと思うんこすよね。う 曲書きたいなとかそういうのは出てくるんじゃないですかねきっとねあのまあそうかもしれませんね映画見たりとかしてると結局はあのすごい偉いいい音楽でねそういう触発されるかもしれないしねあのそのもあるあるかもしれませんねただそれ時間なくあのいわゆる締め切りとかそうそうそうう制約がないっていうことだけだそうですねそういう味ではね。 だからきっとね、あのずっとあのそうやって音楽に関わってる方とかあのちょっと解放されたいっていう気はあっても、来、うん、ますよ。<laughs> <laughs> 絶対に。<laughs> なんか、これは余計にこれ書きたいなとかね、うん、こういうことをこうメロディーにしたいなとかね。うん、ライブもそうですかね。うん、あると思いますよ、うん、なんか。